僕は震えている。何か始めようと
と先生って感じです。そうね、この悪ふざけに、悪ふざけはさ先生の方がたくさん練習してくれるんですね。スターを選択してたね、俺ら何もできなくて先生が走ってやってくれる、本当に全然こう、姿を見せて、もう技術向上ダメでしたね。丸投げ、やってこい、よしできたなっていう感じでした。感じでしたね。けど、二人ともすごい、うまい。わかんちゃん、キックやめた？なんかずっと、最初キックだけど、そう、それがいつもやっぱ指になったりとかして、おう、練習してるんだなって。そう、イントロの、今ジャンルっていう、イントロのフレーズも、本当はキーボードで鳴らしてるんですけど、まあ、僕はギター弾かないといけない、そう、かなちゃんに。まあ、ちょっと申し訳ないんですけど、トライセラのガチャンをかわしてて、それの、あれが、あの、イントロがベースが低くてなったんで、それやってってお願いしたらできないです。先生に話しても多分困っちゃうと思うんで、それはないんですけど、小原さんと本当に仲良くしてもらって、ね、いっぱい遊びましたね。そうだね、君はすごいグイグイでガンガン酒飲んでガンガン吐いてる。可愛いですね。ガンガン。可愛いですね。話だった。頭悪い友達だったなと。いや本当寂しいっすよ。みたいな話だと。言葉薄いね。なんか俺がいなくなって僕が卒業してでも家もやりたいから次のボーカルの話を。僕の目の前でするんですよ。次の僕は誰がいいと思いますかねとか逆に俺に聞いてたりとかして、誰がいいんじゃないとか、僕だったらとか。まあでも自分が、まあ、さっきのマイナーもそうでしたけど、自分が抜けてでも後輩は残ってとか同期は残ってっていうバンドが続くのは、続くのも割とありなんじゃないかなというのは俺思ってて、続ける意思があって来たっていうのは、ユニークに応援するし、楽しみになって思います。寂しいですね。寂しいですよ、結構。終わりでいなくなっちゃうの。遅く人いなくなっちゃう。友達いない。ちょっと誰と一緒に行けるのか。本当に、いや笑うけど結構死活問題だったわけですよ、僕的には。線と一線、誰と行くかっていうのがしかどんなんですけど、行くよ。何気ない会話とかもさ、ちょっと最近分かってきたんですけど、軽く言うじゃん。一人で、うん、聞くじゃないですか。なんか寂しいですよ、名古屋とか探るし。実家生じゃん、家に風呂ちゃんとしたらあるし。別の、 あのバンドの話になっちゃうんですけど、なんか、チュースとか、あと何回もそっちに、すがしか、すがしか、大体1回で終わっちゃうんですよ。
ありがとう絆と先々の